今日は、僕のね一日をパパパッと撮っていきたいなと思います。まず亜鉛とマグネシウムとビタミン B6 が入ってて、まあ言うたらその男性ホルモンを向上させてくれるみたいなイメージ的には、なんでその筋トレとか多分筋力向上とか、なんかそういったところにすごい役立ってくれます。男はまあ毎日一粒ずつぐらい飲んでたらいいんじゃないですかね。これはね、オメガ3だね。よいしょ、よし。ということで、次はコーチングをしていきます。月に1回1時間っていうペースで、まあ、クライアントさんは、まあ、やってくれていて、行動を起こしてくれてるっていうところで、なんか僕自身これは何だろうな、仕事としてやってるっていうのはまあもちろんですけど、仕事っていうよりかは本当に毎月毎月、楽しみで仕方がないっていう、もう趣味っていうとなんか語弊があるかもしれないですけど、本当に楽しく、行っております。じゃあコーチングしていきます。で、次はね、イシューフットボールっていう、僕が監修を務めてる、まあ、フットボールの団体があるんですけど、そちらのミーティングをしていきます。7月下旬に、フットミュージアムというものをやりますと。廃棄服問題っていうところと、フットボールっていうところをちょっと結びつけて、フットミュージアムっていうところを、開催するんですけど、この世の中にこういった廃棄服問題があるんだよっていうところを、皆さんに気づいてもらえたらなと思って、イベントを開催します。はい、終わりました。えっとですね最近ですね、はい、最近写真を撮るっていうこともなぜか徐々に増えてきまして、でちょっとだけ今写真にハマってるんで、もっともっとね写真撮るの上手くなりたいなと思ってるので、今から写真を撮りに行ってきます。よいしょ。別にそんな変わったところがあるわけじゃないんですけど、なんか日常を撮っていくっていうのが僕はめちゃくちゃ好きで、普段は通り過ぎてしまうものをちょっと写真撮ってちゃんと見てみたら面白い形してたりとか、面白い色してるなとか、いろいろ気づくことがあるかなと思ってて、なんで今日はその地元のねこの周辺を回って、いろんなものをね撮っていきたいと思います。はい、写真はね撮り終えました。はい、こんな感じです。どうぞ。
講演会が今度あるんですよ。小学生のチームに講演会があるんですけど、その資料をね作りたいと思います。まあ僕らがね今映像を通して、世の中に価値を与えたいっていうところで本格的にスタートさせております。はい、具体的に何やってるかっていうと、サッカーチームとかの、まあ、スポーツチームのブランディング動画、企業さんの、まあ、採用動画だったり、インタビュー動画だったりだとか、まあ、そんなところを作っていっております。もしねこれをご覧になられている方で本格的な、映像制作をしてほしいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、僕のメールアドレスまで送っていただければなと思います。まだねサッカーも時間があるので今回はこれをね読んでいきたいと思います。じゃあサッカーしに行きたいと思います。やっともう今日ねずっとサッカーしたくてうずうずしたんで楽しんでサッカーしていきます。じゃあ行ってきます。しゃはい、今日の練習何意識してトレーニングするんですか？今日の練習は、はい、あのしっかり止める蹴る、それを意識して練習していきます。はい、頑張ってください。頑張りマッチョ。おいしょ。お疲れ様です。いや今日も最高の一日になりました。今やりたいことをどうにか形にして、生きていく、生きていってる最中、生きていこうとしてる最中になります。やっぱりそれなりのリスクが伴ってます。そのリスクを加味したとしても僕はこのような人生を生きたいと思ったので今、こうやって生きてます。まだまだ、自分が思うような成果っていうものは正直出ていないんですけど、本当に毎日楽しいです。いろんなね価値観があるっていうのは分かるんですけど、僕は一度きりの人生でやりたいことをやんない人生なんて嫌だし、もしこれを見ている方でやりたいことをやりながら生きていきたいって思うのであれば、覚悟を持って今から一歩進むべきだと思うし、こうやって僕が上げている動画が一歩を踏み出すきっかけになってくれたら僕はめちゃくちゃ嬉しいです。まあ何をするにしても絶対に覚悟が必要だと思うので、僕は今覚悟を持って人生を突き進みます。なんであなたも、あ、指差しちゃう、あなたも自分の人生に納得をしよう。そのきっかけにこの動画がなったら嬉しいですって感じで、じゃあまた、次の動画で。おお、ピントがやばい。ピントがどう？オッケーオッケーオッケー。また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんか締めとかもちゃんと作るんだけどな。